ウクライナ攻撃のロシア砲弾にまたハングル北朝鮮製という証拠ロシア軍がウクライナに発射した武器からまたハングルが見つかった最近ロシアが北朝鮮製武器を使用しているという主張が繰り返し提起されている中こうした状況がまた確認されたのだ14日現地時間ウクライナのセルゲイ・ボルピノフハルキウ警察局捜査局長は Facebook に ロシアがハルキウ地域で北朝鮮の武器を引き続き使用しているとし、証拠写真を公開した。ボルピノフ局長が載せた写真を見ると、ハルキウのある農場で発見された砲弾の残骸にハングルでスンタジーニシと書かれている。ボルピノフ局長は、残骸は砲弾の起爆装置の破片と説明した。米ランド研究所のブルース・ベネット上級研究員は16日、米ラジオフリーアジア。 RFA のインタビューで破片に書かれているハングルについて、北朝鮮製という証拠になる可能性があると述べた。ロシアが使用する武器からハングルが確認されたのは今回が初めてでない、英国の武器監視団体、紛争兵器研究所 CAR は最近の報告書で、ロシアが先月2日にウクライナに向けて発射した弾道ミサイルの残骸部品に手書きのハングルが見られたと伝えた。ウクライナ軍は以前から、 ロシアが北朝鮮製の武器を使用している、と主張してきた。最近は、北朝鮮製ミサイルを迎撃した、と明らかにした。ウクライナ空軍司令部は15日、現地時間、Facebook でロシアが発射したミサイルのうち、13発を迎撃した、とし、迎撃したミサイルの中には KN-23、北朝鮮版イスカンデル、1発も含まれていた、と伝えた。 プーチン氏、5 0確実、長期政権で進行続行、ロシア大統領選まで1ヶ月。3月15日から3日間投票されるロシア大統領選が1ヶ月後に迫った、リベラル派を弾圧し、政権批判の目を摘んだプーチン大統領、71歳の通算5 0は確実。2020年の憲法改正で任期がリセットされ、さらに2期12年の続投も可能だ。プーチン氏は 長期政権に道を開いた上で、ウクライナ侵攻を継続する構えだ。投票用紙に掲載されるのは4人、中央戦艦のパムフィロワ委員長は今月8日、唯一、反戦を唱える独立系のナジェジディン元下院議員、60歳の出馬は認められないと発表。ナジェジディン氏を除く4人の候補者の名前を記した投票用紙のデザインが翌日、公表された。プーチン氏以外に出馬を容認されたのは、最大野党、 共産党のハリトノフ会員、極東、北極圏発展委員長75歳、極右、自由民主党党首のスルツキー会員外交委員長56歳、政党、新しい人々のダワンコフ会員副議長39歳の3人、各党とも政権に従順な大制内野党と呼ばれ、プーチン氏の脅威になり得ない。プーチン氏は過去と同様、候補者討論会への不参加を決めた。 ペスコフ大統領報道官は13日、現職大統領は非常に多忙だと理由を説明し、国民はプーチン氏の発言を毎日聞いていると付け加えた。公務を伝える国営テレビの報道などで十分で、他候補と対等の立場で論戦を交わす必要はないと示唆した形だ。4人という候補者数は、メドベージェフ前大統領が当選した08年大統領選と並んで過去最小となる。 ナジェジリン氏をはじめとする独立系は排除され、戦争に反対する、声なき声はかき消された、リベラル票は行き場を失っている、18年の前回選挙で出馬を認められなかった、反体制派指導者、ナワリヌイ氏は、禁錮19年の判決を受けて収監中、有権者に対し、ボイコットせず、プーチン氏以外の候補に投票するよう SNS で呼びかけている。しかし、効果は限定的と見られ、逆に、 政権が目指す投票率アップに気をしかねないといとうジレンマを抱えるメッシにボイコットされた中国の激怒の中身、プライドだけでなく、香港不要の国策、政治・経済を出花で踏みにじられる。日本に温かく、中国に冷たいメッシ、2月4日、米メジャーリーグサッカーのインテル・マイアミが、香港で地元の選抜チームとの親善試合を行った。 その際、アルゼンチン出身の神の子、リオネル・メッシ選手は、目玉選手として出場を大きく期待されていた。しかし、意外なことに、試合中、メッシはベンチに座ったままでピッチには立たなかった。試合会場に集まった4万人の観客の大半は、メッシ目当てにやってきただけにその落胆は大きい。 メッシ本人が会場の観客に対して挨拶を行うことなどを提案したが、それもメッシ側に拒否されたという。試合終了後には、さらなるハプニングが起きた、観戦した香港の理科長行政長官はグラウンドに出て、1列に並ぶインテル・マイアミの選手たちと順番に握手を交わしたが、その時、メッシはこっそりと列から離れて、握手を意図的に回避したことが当時の映像で判明されている。そして 長官が入って、全員の集合写真を撮る際、メッシはわざと最高列に並んで顔の半分しか出さなかった結局神の子メッシはチームの一員として香港にやってきたものの全く非協力な冷たい態度に徹していて事実上のボイコットを行ったわけであるその一方2月6日にチームと共に来日したメッシの態度は一変した彼がたった1人で記者会見に臨み日本に来ることができて嬉しい いつも温かく迎えてくれると語りそして7日に東京国立競技場で行われたヴィッセル神戸との対戦では途中出場して会場を沸かせた日本でのメッシの振る舞いは香港で取ったものと交代賞となった傷つけられ激発する中国ナショナリズムそれに対し香港と中国本土の両方からは激しい反発が巻き起こったメッシが香港欠場の理由として 内転勤の怪我と釈明しているがならばどうしてその直後に東京で出場したのかとの疑問が発せられメッシはわざと香港別紙中国別紙をやっているのではないかとの批判が広がった2月7日香港特別区政府はわざわざ声明を発表メッシの香港戦欠場に強い疑問を呈したと同時にインテル・マイアミにさらなる釈明を求めたそして李行政長官は定例の会見では 不快感をあらわにして主催者側にも非難の矛先を向けた立法会のカ運業議員は SNS でメッシの欠場と李行政長官との握手回避を取り上げて香港への侮辱中国への侮辱だと非難香港行政会議招集人の要留宿議はメッシのことを虚偽だと批判の上二度と香港に入れてはならないとまで方言したその一方中国国内では 香港に冷たくて日本に温かいというメッシの姿勢を、部下、中華侮辱の表れだと捉え、メッシ批判の嵐が吹き荒れた。こうした中で人民日報系列の環球時報は2月8日、社説までを掲載して、メッシの行動を激しく批判する一方、その背後に政治的動機があるのではないかと詮索した。そして、3月に予定されていたアルゼンチン代表の杭州でのナイジェリア戦、北京でのコートジボワール戦の2試合が。 中国側によってキャンセルされたメッシというスポーツ選手の取った一連の行動は、香港と中国の両方で大きな反発を起こして、一大政治事件に発展する勢いとなっているが、その背後にあるのはまず、傷つきやすいことを特徴とする現代中国人の過剰なナショナリズム感情と、コンプレックスの裏返しとしての過剰な民族自尊心ではないのか、そしてメッシが日本で取った友好的態度はまた、 こうししたた。過剰感情に火に火油をを注ぐ効果を発揮したロシア西部にロロケット砲撃、6人死亡。ロシア国防省によると、西部ベルゴロドに15日、多連装ロケット砲を使ったウクライナ軍の攻撃があった。ロシア保健省などは通信アプリ、テレグラムで子どもを含む6人が死亡、17人が負傷し、商業施設や住宅が被害を受けたと明らかにした。ベルゴロドは国境に近く、 ウクライナ第二の都市である北東部ハリコフへの攻撃拠点となっている昨年12月下旬にもウクライナ軍が攻撃し25人が死亡した。